どうもさんは、オークチャンネル、バーン！今回なんですけども、第551回ロト7解説動画やっていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、ね、もうサムネイルに書いてると思います。当たらない宝くじの闇、それに対抗する考え方、購入法というところですね。まあ、非常に確かにね、当たりにくいものだと思います。でも、現実には当たっていることも、あります。実際僕もミニロトに関しましては、1等当選させていただいておりまして、まあ、最初はやっぱりね、そんなの無謀だよとか、意味ないよとか、結構いろいろ言われておりましたが、まあ、当たった後に、また解説してくださいみたいな感じでね、よく言われることがあります。まあ、ぜひね、ミニロト見て、解説方法ね、見てみたい方っていうのは、もうぜひね、僕の過去の動画見ていただければ、ある程度、考え方だったり、数字の見方だったりっていうのはわかるので、それをまあ更新していけば、同じことができるよというところだと思います。で、まあやはりね、当たりにくい宝くじ、どう攻略していくかが非常に鍵だと思っております。まあもちろんね、ロト6、ロト7、ね、まだ1等取ったことありません。1等、何億円の当選、そんなのないんだってと、ミニロトまでなんだってというようなね、方もいらっしゃると思いますが、まあそこね、まあやってみなきゃわかんないというところで、その闇と戦っていきたいと思います。では早速ですね、解説動画やっていきたいと思います。はい、行きましょう。まずは最近の傾向なんですが、まあ、ここから見ていこうじゃないかということで、こちら。はい、直近10回分、541回から550回までの10回分ですね。で、まず、いろいろ分けた方がいいよというところです。考え方的に。まず、あれ買いってものがあると。まあ、宝くじフリークの方からしたら、まあ、やるよね、それだよ、わかるっていうふうにね、思う方もいらっしゃると思いますし、知らない方もいらっしゃると思いますが、まあ、単純に言うと、難しいぞ、これはっていう回があるんですよ。じゃあ、まずそこちゃんと定義づけようぜっていうのが、まず一つ目。はい。じゃあ、あれ回とは何だというところなんですけども、ロト7は1の桁、10の桁、20の桁、30の桁の、この4つ構成ありますよね。で、番号は37までだと。というところなんですけども、個人的な定義付けさせていただいているのは、同じ桁のものが4つ以上出た場合はもうあれ買い認定しようというところですね。つまり、通常だなと、あれ買い来ないなという時に同じ桁のものを4つ並べちゃダメなんだよっていう、こういうことも分かるわけですね。ちゃんと見ているよと。定義付けておけばっていうところですね。で、じゃあ今それでどうなのっていうのが、10回中3回起きてやがるぜと。30% の確率です。つまり 70% は通常だと。10回中で見たら3回はそういう回、荒れる回があるんだぜというところなので、単純に考えるとなんですけども、4つ並べちゃあんまり良くないっていう。まあ対策方法は4つなんだと。荒れ回に対しての。でも、4つ並べちゃったら、これ荒れ回意識しちゃってるわって思って、ちょっと一回消しゴムで消して考え直すなんてね、ことをやった方がいいよっていうことはまあわかるじゃんと。いうところがまあ理解できると。じゃあ、どの桁で起きてますか？今、20の桁、30の桁、10の桁で1回ずつ起きてます。次どれ来るか分かりません。というところなので、まあ、ひとまずじゃあ、その分からないものを追求する風に、方向にね、考えていくとしんどくなるので、じゃあ、ひとまず、今、ここの解説段階で、あれ回というものが同じ桁が4つ以上出た時を言うんだよということで、理解していただけたのであれば、
通常、おそらくまあ今回通常だろう、荒れないだろうっていう時に、それやっちゃダメだよっていうことがわかりますよね。はい。で、逆に言うとなんですけども、同じ桁が3つ並ぶこと、10が3つ並んだりとか、20が3つ、30が3つなんてね、並ぶことなのも、ザラなんだということなので、なんかまあ、なんとなくなんか2個、2個、2個、1個みたいな感じ、やっちゃいがちじゃないですか。別に大胆、3つ選んでるのは大胆じゃないと、普通なんだというところで、まあ、ロト7はそういう性質なんだということを理解しておくと、まあ、いや、ちょっと3つ怖いなぁと思いながらね、やんときあの3つ買ってた当たってたやみたいなね、悔しい思いしたことある方なんかもいらっしゃったりすると思いますので、そういったところはまあ、なるほど、基本は別に同じ桁、1の桁3つ並ぶの別に変じゃないんだというふうにね、理解していただけたらいいかなと思うんですけど、この10回ではね、今ね、1の桁3つ並ぶでないんだよねというところでございますから、まあやるんだったら10か20か30だねというところじゃないかなというふうに見ていくことができます。で、さらにまあちょっとこれすごいテクニック的な話するとなんですけども、こちら、はい、各桁のものをまあ要は前半後半で2つで見ようよと、1の桁に関しましてだけは 1,2,3,4,5 で、その次は 6,7,8,9 ですね。で、他の桁のものは、例えば10から14、15から19、同じように、やっていくと。で、30も30から34、35から37という形で2つに分けて、上下で見るとなんですけど、ここに書いてある表で、例えば、そうですね、分かりやすく言うと548回、13、16、17、18ってあるじゃないですか。これ全部、どっちか、上か下か、上段下段で見たら、13は上段ですよね、と。で、16、17、18は下段ですよね、という形の組み合わせになっているので、結構、二分化した時に、まあ、要は、若い数字グループと、若くない数字グループ、どっちかだけです、みたいなのはないんですよ。だから、11、12、13、14とかっていう組み合わせないよね、っていうのが、まあ、見ていただけたら大体多いですね。例えば541回、23、25、27、28もそうですね。23は、若い方、25、27、28は、若くない方という形で、まあ、こういう組み合わせなんだねっていうことを分かれば、じゃあ例えば、あれ替えを意識するときに、4つ並べようかとしたときに、じゃあやっちゃいけないので、30、31、32、33 みたいなね、感じで若いやつだけで組むのは良くないと。じゃあどっちかがまあなんか1個か2個ぐらい入れとかないといけないんだっていうのがまあ分かるかなっていう、まあちょっとした、小さいテクニックですね。こういったものは分かってくるねというところでございます。はい、では行きましょう。ここからがもう闇に迫っていくよというところではあるんじゃないかと思っております。こちらでございます。全開催分の出現ランキングですね。で、この表を見ていただきたいのは、列ごとにね、別でデータ出しておりまして、僕、まあ一番最初に出る番号のことを1列目と呼んで、一番最後は7列目ですよというふうにお話しするんですけども、見ていただいたら面白いのが、例えば1列目、ね、1から21までは出ているんだけども、22から37まで出てないと。ね、なるわけですよ。じゃあ7つって考えると、例えば37、36、35、34、33、32、じゃあ31、1列目に31という番号が来てもおかしくはないんだけども、今まで出てないと。10年間出てないと。それを言うならば22から30まで。ここは絶対に、出る可能性はあるんだけども、なんか出てないよねっていうエリアなんですよ。なんかわかんないけど出ないとこ。だから32から37はもう絶対出ないゾーンなんですよね。そういうのがちゃんと存在しているので、列ごとに、分けて分析かけていけば面白いことがわかると。出ないところっていうのはこれなんだと。まあ絶対とは言いませんけども、絶対出ないところはもちろん32はありえない。32、33、34、35、36。ね。ありえない。37もありえないと。いうことでございますが、まあ、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、出てない。はい。なぜかわからんというね。まあ、そういうたまたまのものもあるんですけども、そういったところもわかるし、こうやってばらして考えていくと、例えばなんですが、1、2、3、4、5、6、7みたいなのがね、ワンチャン来たらいいなーって思うわけじゃないですか。でも、事実、1、2は結構あると。1、2、3、これ10年間で1回。1、2、3、4、はい、これありません。っていうことが分かってくるので、ダメな組み合わせ。こういうの分かるから、こういうの知っておかないと闇に飲まれますよ、というところですね。まあ、他もまあ、言ってしまったらなんですけど、37、36、35。これまでの3つはあるんです。でもじゃあ34足したら、もうこれもないというところなんですね。
なので、まあ、こういったところを見れば、ダメな組み合わせがしっかり分かってきますよね、っていうふうに、まあ、理解することができるというところでございます。はい。だから結構初心者、まあ、僕なんかもね、そうなんですけど、1、2、3、4、5、6、7とかで当たったらめっちゃ面白いね、と思うんですけど、出ないから。当たらない。大丈夫です。皆さん安心してください。出ません。出ません。はい。なので、まあ、絶対出ないやつと、まあ、ちょっとこれ、出なさそうだっていうやつと、絶対出ないやつのちゃんとこう区別をね、つけていくと、まあ事実上で見たら、まあ確率論で言うとかなり絞り込めるはずなんだというところですね。はい。で、文字起こしたのがこちら。はい。各列の出現しているエリアを、表記しておりますが、ここでまあ他が学べることがあるとすれば、難しいところって幅が広いわけじゃないですか。で、少ないところは簡単。少ないところは7列目。難しいところ3、4、5列目。はい。中数字って難しいんだねっていうのがまあ分かるので、じゃあ徹底的に言ってやるぜ俺っていう方、私みたいなね、方いらっしゃるんだったら7列目はもう18個買うんだというふうにやると、まあ7列目は丸はつくんじゃねということになるかなと思っております。で、さらにこちら、はい。で、これは各列ごとの、よく出てる出現数字トップ5を、掲載しておりますが、何が何回出てるかなんかもうどうでもいいんですと。ここ何が見た方がいいか、色が変わってる文字ですね。ここを何個あるかが非常に重要で、色変わってるやつは前回の当選番号です。で、これ、列ごとに一つずつ抜いていった場合、73、22、30、そして35で5等取れましたねと。全体像で見たら、8、13、22、24、29、30、10、35で1等取れるということでございますから、じゃあ、ここの表は、列ごとに1個ずつ抜きますじゃなくて、全体的なところからうまいことつまんでいって、運が良かったら1等狙えるよねっていうテキストだよと。列ごとに抜いていたら、5等しか取れないよというところなので、使い方としては全部こうフラットに見た方がいいというふうにね、理解することができますし、さらにまあトップ5だからよく出てる数字のね、桁がよく掲載されているので、基本的な、並べ方、どうなのっていうのがこちら。はい。1、1、10、10、20、30、30ですと。これが基本なんだと。あくまでも基本だと。もちろん後で応用編もお話しするんですけど、まあ、なんかこう、30番台全部いっちゃえみたいなのが、まあ、どんだけ無謀かっていうのが、このデータと先ほどのね、こう、グラフみたいになってたやつ、あれを両方見たらわかると。30、30、30、30、30、30、ない。まあ、ない。そう、ないんだというところでございますね。で、さらに言うならばこちら、削除しにくい数字というものがありまして、基本僕ね、圧倒的考えとして闇に対して戦うのであれば、まず絶対的にルールとして決まってんのって、1から37の番号から7つは当選番号が選ばれるんだよっていうのはこれ絶対なわけじゃないですか。で、僕だから全部の数字一通り買うようにしてるんですよ。1回購入するたびに全部買うということなんですけど、まあ、でも出るだろうね、出ないだろうねっていう数字には分けてるんですよ。買わないわけじゃなくて分けるんですよ。グループを分けるんですよ。で、その中でじゃあ、ということは出ないだろうねっていう数字探さないといけないんだけども、出る可能性あるし、ちょっとこれ削除するの怖いっていうのがこの6つです。で、これは何かというと、こちらの先ほどの表なんですけど、まあ分かりやすいところを言うと5ですね。5の番号というものは1列目の5位だし、2列目の4位だから、どっちもの上位に入っている奴らがこの6つだということなので、これ削除すんのちょっとナンセンスじゃねっていう提案ですね。はい。で、さらにこちら。はい。先ほどの赤い表の番号全部出すと32個あるんですよ。で、ごめんなさい、33個あるんですよ。33個あるんですね。33個あって、ここにないやつが、4つあるんですけど、じゃあこの4つが、まあ上のね、さっき言ったようにこう、今回ね、一等取れる指標になり得るんだったら、じゃあここに出てないやつって出ないよねっていう風な判断できるので、これ余計ではいい。その出ないだろうねっていうグループに入れちゃえばいいやんっていう風なことをすると、まあ、全部をね、数字を、まあひとまず買うことで、まあ闇に対しての抗い、こう戦い方であると、さらに言うならば、その中でも、まあ特に当たるだろうねっていう数字をこうグループ分けしていくんですけど、まあじゃあその出ないだろうねっていうグループ組むときに、まあどっか探したらいいのっていうところはこういうところから探していけばいいんじゃないと思っております。はい、行きましょう。出現が少ないアンダー5でございます。前回戦分です。10年分です。こちらでございます。
はい。で、まあ、ここも、まあ、ある程度覚えておいた方がいいかなぐらいです、正直。まあ、10年間やっていて、例えば1位のやつですね。各1回ずつしか出てなくて、例えば1列目、一番若い番号、ごめんなさい、一番ね、でかい番号を組むにしても、21番手にしときなってさっき言ったじゃないですか。でもこれなんでやめといた方がいいのって10年で1回しか出てないからね。じゃあ逆に7列目、一番若い番号を組むにしても21までにしなと。21でギリだと。1回だけある。奇跡的。10年に1回。10年に1回ってやばくないですか？オリンピックより少ないですからね。オリンピックだってまあ気がつけば、ああまあまたやってんなみたいな感じになりますけど、それの日じゃないんで10年に1回ですから、結構厳しいでっていう。例えば、10歳の時に見たら次20歳の時に1回見るかどうかっていうね、世界戦なので気をつけた方がいいよっていうところなんですけど、ただ、5列目の14、12回出てるのと6列目の20が12回出てる、ここはちょっと出るかもしれないなぐらいで貼っといた方がいい。1年に1回出てる数字だというところなので、そこはちょっと気をつけておいた方がいいなと思ってます。はい、行きましょう。トレンドの直近10回分でございます。これはこれでね、また指標が違うので面白いですね。こちらでございます。はい。で、ここも同じく列ごとに分けていて、白いところが広いのは10回分だから当然だというところなので、じゃあどこ見たらいいのっていうのが、まあ最大出現回数を知っとこうぜということで、10回中同じ番号ずっとその列君臨してましたってことないんですよね。じゃあ最大回数今見たらどうなのっていうのは3回ですね。2列目の11が3回、そして7列目の34と36が3回出てるという状況でございます。他はまあ1回とか2回なので、まあ厳密言うと何出るか分からないよねっていうのがまあよく分かってくるんですけど、まあ逆を申し上げますと、必要以上に同じ番号で、特に例えば5という番号を選ぶとしたら、1列目でずっと5にしますとか、で、いや、10回中やってるとちょっときついよと。きついよと。だから大体3回ぐらいで見直しした方がいいんじゃないっていうところですよね。固定組むにしたらね。まあそういうところも結構案外知識としてはないと思うので、まあ、このね、当たりにくいぜと言われてるのは、まあ、自分たちにも理由はあると思うんですけど、その理由の追求をするのに、こういった、まあ、普段ね、見ない見方のデータなんかをしていただく方が、まあ、僕はいいかなと思っております。では、こちら。一応、出現エリアですね。まあ、先ほどの前回細分よりもちろん狭くなってるんですけども、その中でもやはり難しいのは5列目ですね。16個。で、7列目、8個。一番簡単だね、というところなので、まあ、共通して前回細分もトレンドも、7列目が一番簡単だっていうふうにね、言っているわけですから、7列目絶対取ろうじゃねえ、というところでございますね。はい。で、さらに出現の方、こちら。はい。1、10、10、20、20、20、30、20番が強くなっちゃってるね、今。そう、勢いあるんですね、20番台がね。だから結構、まあ、20番台は3つ組むとか2つ組むぐらいの、基礎的なね、頭持っていないと、ちょっと今しんどいかもしれないというところなんですけど、一応前回成分と比較しておこうね、ということで、こちらでございます。はい。で、まあ、共通点とかよりも、どちらかというと僕、相違点の方を見ていただきたくて、2列、4列、6列目はちょっと気をつけようね、というところなので、まあ、特にだから4列目がむずいんだよね、今ね。その、総合してみていくと。4列目やっぱむずいんだよ、というところですね。で、さらにこちら。はい、トレンドのみの場合どうなのというところなんですけども、一応今回ですね、トレンド、先ほどの青い表は何個あったんだというところなんですけども、31個です。31個。で、ないものが6つあります。6つ。で、さらに、まあ、さっき申し上げた通り、だいたいまあ、あんまりね、同じところの番号って、4回連続とか5回連続って少ないんだよって話したので、一応3回以上出てるものが、ピックアップしてるのが4つあるということなので、まあ、一応削除見込みというふうに銘打っておりますから、まあ、この辺がまあ、出ないんじゃないかというふうな、こう、決めつけをしてしまって、挑んでいくというのもね、僕は非常に重要なことなのかなと思っておりますので、まあ、こういった指標データで、ね、もし皆さんも参考になればと思っております。はい、行きましょう。変化法での出現予想なんですが、こちらでございます。はい、まず、今ちょっと流れ見とこうぜ、ということで、一応、ま、変化法っていうのは、ま、後でお話しするんですけど、いわゆる、
まあ、2っていう番号で出たら、1とか3が、両隣の番号が出るか、まあ、2の12、22、32みたいな感じの桁が変わった番号出るんじゃないとかっていうふうに言われているんですが、ひとまず、まあ、直近4回分、ここに表に照らし合わせていっておりまして、今よく出てるねっていう番号をわかるやんっていうのが、まあ、例えば13。で、18。で、25、29。この4つが、まあ、よく出てるんですよ。特に、だから、一番ひどいのが、13と29ですね。これめっちゃ出てるね。めちゃくちゃ出てますね。で、逆に今、その、両隣の番号じゃないものとかが、どうなのって言われると、37番が今ちょっと人気ないよね、っていうところですね。で、重複してないよねっていう番号がここ出してると思うんですけど、2、3、5、6、9、10、15、21、26、27、28、31、32、36、37が、単純に直近4回で見たら出てない数字になっているという状態でございます。で、さらに、両隣の数字集めたものがこちらなんですけど、一応これまあ、表で見ても分かりにくいわーっていう話なので、まあ、ばらしていくとこうなるということで、33個あります。で、ここにないものが、1、2、6、37の4つだということでございますから、まあ、変化法での、まあ、出てないよねって番号はもうこの4つになるかなというところですね。なので、今回のですね、削除見込みの番号、の、総まとめなんですが、こちらでございます。はい、前回の当選番号を一番上。で、その次に、削除しにくい数字でございますから、ここに関しましては、まずこの上の2つ、色変えてると思いますけども、ここをちょっと削除しない方がいいよってやつですね。特になんか前回の番号どれか出るっていうことなので、じゃあそれは全部残しちゃいいやんと。で、削除しにくい番号もあるんだから、それも削除しなくていいやんと。じゃあ、その他の下、トップ5、トレンド、トレンド変化法。この、4つの中、ね、4つ、6つ、4つ、4つという形でありますから、ここから僕基本10個ぐらいは、ちょっと出ないだろうねグループにしようというふうに考えてやっております。で、最後に、まあ一応本当に抗うための、まあ自分なりの、対策としてはこちら。はい。これ一応ミニロト当選させた時の買い方をロト7に落とし込んでやってます。で、ロト7バージョンは、そもそも、まあ、母数が違うじゃないですか。確か、ミニロト31か。32か。ちょっとごめんなさい、もう忘れちゃったんですけど。で、まあ、37あると。いや、多すぎやしないかというところだったので、じゃあ、まあ、個人的には、まあ、10個ぐらい、出ないよねっていうグループだけで構成しちゃうっていう。で、そこはそこで買うんですよ。で、残りの白いところのエリアでは、それはそれで買うという感じですね。で、まあ、こう、横に要は並べれば強いので、まあ、その、奇跡を願ってね、こう、階段状にこうなってるというところなんですけど、一応ここで使うには、まあ、基本的には、まあ、3600円かかりますよ、というところなので、まあ、コスト的には、まあ、するんだけど、まあ、結局、だから当たらない理由は、簡潔に言うと、まあ、当選番号を選べないっていう話じゃないですか。で、毎回買ってる方とかでも、例えばまあ3口しか買わない方だったら、7つが30、ね、3つだったら21個ですよね、番号使ってんのって。で、例えば37引く21すると、26あるじゃん。あ、ごめんなさい、16か。あるわけじゃん。じゃあその16個に番号言ってたらどうすんのって僕思うんですよ。だから絶対的に決まっているものは、まあ一旦受け入れて、それをさ、じゃあどうするっていう風な、まあ僕の考え方です。闇への抗い方、戦い方かなと思っております。まあ、これが必ずしも正解だっていう話じゃないですし、まあもちろん結果論で言うと、当てたらそれが正解なんです。結果論はね。じゃあそれどうやって説明するのっていう時のために僕こういう理論立てたやり方してますし、で、この理論が間違ってたらその理論をやめたらいいって、その修正しやすいっていう理由をつけとくっていうのがまあ非常に重要じゃないかなと思っております。はい、では、今回ね、ロト7551回取りてーなー、まあ、前回ね、ありがたいことに当選していたので、まあその当選金今回使っていただくんですけど、まあ、まあ正直数はね知れておりますから、まあなんとも言えないなーっていうところではありますけども、できたらね、この当選でなんかこう繋いでいきたいなというふうに思っております。で、皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。